了承ください。はい、ちょっとねまだ歯起きてるんで、今からですね180秒で君の耳を幸せにできるかの9話ですね見ていきたいと思います。はい、では自己紹介ですね。僕の名前はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。この本の著者であり現在40歳、経歴16年目マジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員を25歳で辞めてマジシャンになり、そしてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃめちゃ自粛してます。その自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってます。見ての通りです。ぜひとも応援よろしくお願いします。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなど全て説明文にまとめてますので、ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、で過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに作品ごとまとめてますので、ぜひともチェックしてみてください。ただ、ほとんど消えてます。ごめんなさい。理由は最後に話します。そして来年の9月にはちょっとでかい発表ができると思いますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。D アニメストアです。そういえば時間言ってなかった。現在12月12日の12時12分です。12ばっかり。ちょっと斬新ですね。脇あずみさんね。ちなみに確かあれ陽子と書いて陽子と書いて確か光なんですよ。確かお姉ちゃんですよね、月光ちゃんの。あれ光やったかな、確か。
幸せになった女優は目が幸せになりましたね。今回耳じゃない、目です。あの音は至って普通だったかなって感じですね。前回も確かそんな感じでしたね。前回のバーのマスターかなんかちょっと忘れたけど、やっぱあのなんか氷の音とかああいうのが聞きたい。よし、今回は耳じゃない、目です。目が幸せになりました。で、基本陽光さんはちょっと可愛らしいですね。あのエンディングか。でもね、なんか縁側で寝てますし、誰かな、ちょっと今まで出てきたキャラなので陽光さんまあまあ強いですね。はい、まあということで今回は僕は耳よりも目が幸せになりました。どうもありがとうございました。気持ち悪い発言すいません。はい、以上、180部で君の耳を幸せにできるか9話でした。よかったらチャンネル登録や高評価お願いいたします。はい、現在ね、僕はもう大道芸人として一本でやってますけれども、バイトもね絶対しません。この一本でやると決めたからにはね。はい、なのでまあ貯金切り崩し生活してますけれども、去年のね、3月27日にバイルチューバーガーデン10話のリアクション動画を投稿したのを機に、リアクション活動を始めて今1年9ヶ月目なんですが、残念ながら、10月ですね、2ヶ月前に、1年7ヶ月目にして、ざっくり言うと1年5ヶ月分のリアクション動画を失ってます。大ダメージを負ってますね。まあそれでも今ね、一から根性入れ直してまたやり直してるところですんでね、ぜひとも応援してやってください。詳しくは10月5日6日の、生配信のアーカイブ見てください。興味があればお願いいたします。はい、で、この声が出せないというね状況もちょっとねご理解いただければなと思います。あとはですね、ちょっと前話を撮影するのが難しいということで、そのあたりのねご協力もお願いいたします。はい、ぜひ一緒にねアニメ楽しんでいただければなと思ってます。こんなことしながらね、誰かこんな格好しながらアニメリアクションやってますか？他いないですね。はい、ですから僕はもうね、やればできる、諦めない、このね感じ取っていただけるように、もう様々な工夫を凝らしながらこのワンルームでハート東京というねハンデがある中で、アニメリアクションを続けてます。はい、まあ、ぜひともね